こんにちは、花山さん、お疲れ様でございます。YouTube をはじめとしてインターネットビジネスを始めていると、消えていく人の特徴ってね、大体似てるんですよね。ですんで、ちょっとこれは嫌な予感がするなっていつも感じるんですね。これは本人さえ気づかないような特徴だと思います。本人はだから必死に合間を縫って何かやっているっていう感じなんですけども、そもそもインターネットビジネスをやってるのにね、合間を縫ってインターネットビジネスをするっていうのが妙な表現なんですよ。つまり朝起きて寝るまでインターネットビジネスがあって、つまり情報発信があって、その隙間に他のことをするっていうふうになっていかなければならないんですよね。そして見た情報、聞いた情報、すべてインプットしたものがアウトプットで完成するってことなんですよ。ですんで、情報発信者の生活が手に取るようにわかる、このぐらいのね、情報発信量と情報発信の鮮度、スピードということなのかなと思います。現在私はですね、アフィリエイトの情報発信はほとんどしていません。アフィリエイトのフェーズは終わったんですよね。転売の情報発信ももうほとんどしていません。転売のフェーズも終わったんですよ。メルカリ、アマゾン、その他ね、ヤフオクとか熱心にやってましたけどね。投資、これ今旬ですね。FX はがっつりやらせてもらってますし、暗号通貨、これもですね、2014年から今成熟期になってですね、ついに2014年2015年に振りまいた情報発信の伏線が全部回収できて、つまりはあの時に仕込んだものが今決済して全部利益に変わってるってことなんですよ。この 4,5 年でですね、仕込んだ暗号通貨の、そして他の投資商品の利益が本当に秋の収穫のようにですね、ザックザックと刈り取れてる、そういう報告をたくさんする中で、それに影響を受けてね、私と同じ銘柄を今買おうとする人がいるんですけども、同時に私はそれを止めなければいけないんですよ。もうリップルはダメですよと。あの時に買ったから今決済して利益が出てるんですよと。もうね、取得単価が全てですから。いやもうね、イーサリアも難しいですよ。私があの時2万3万の時に仕込んでおきましょう。少なくとも10万円を超えない時に買っておきましょう。いやいや、少なくとも20万円を超えたらもう買えないから今のうちに買っておきましょうと言った時に耳を貸さなかった方が、なんで30万を超えてから買おうとしてるのかということなんですよ。もう感覚おかしくなっちゃってるわけですよね。でも気持ちはわかります。私がね、まだ売れてない時に買いましょうって言ってもそれは不安でしょ。実際に売れ出してから買うのはハードル下がるんで簡単なんですけども、だから高値掴みっていうのが一番多いわけなんですよ。ね、損失を出さないように私は今必死で、いやもう遅いよというふうに私の感覚で申し上げてますけども、最終的な判断はね、人それぞれしますので何とも言えません。で、一貫してるのが全てにおいて YouTube をやってるってことなんですよ。私はね、何人からメッセージが来ても私は YouTube で返します。でも私の YouTube での返信を見て YouTube で返してくる人がほとんどいないのはもうお話した通りです。ということでね、ネットワークビジネスの件もお話にありましたけども、ネットワークビジネスですら私は YouTube できちんと法の目をかいくくって拡散してるんですよ。どういうことかと言いますと、まずね、ネットワークビジネスの案件のそれが何なのかってことは一般公開動画では全くお話しません。ただどういう未来が待っているのか、どういう現状が打開できるのか、こういう話を一般公開動画でします。詳しく知りたい方はメールをしてくださいというふうにお話しするんですよね。なぜならネットワークビジネスはほとんどの場合、いや全部と言ってもいいですけども、対面もしくは対面に類する形で概要書面を事前にお渡しして、概要書面の説明をした上でご本人さんが納得したと感じたら、概要書面のチェック欄に分かりましたというチェックをした後にしか申し込めない形になってるんですよ。ですんで私をそれも一件一件やってきました。ですんでね、郵送費もかなりかかってますし、対面をしたりとかね、お伺いしたこともありますしね、とにかくルールには厳正に従って分かりましたのチェックをね、確実にもらった後で契約してもらってます。しかしここにですね、消えていく要素の一つがあるわけですよ。何が消えていく要素かというと、概要書面を読んでルールを把握して分かりましたのチェックをして覚悟してお金を入れてるのに、その案件で利益が出なければ詐欺だというふうにね、言い放つんですよね。そういう人は消えていきます。やっぱりね、納得して OK だよと言わなくても
ビジネスなんでマイナスになるっていう前提があるわけですよ。マイナスになることがあると。なのにプラスにならなかったら詐欺だっていうのはどういうことなんだってことですよね。今世の中でどのくらいの会社店がなくなってるかってことを考えたらね、いかに自分の考えが甘かったのかってことが分かっていただけると思うんですよ。なぜなら自分で作った会社店はオーナーが必死で守ろうとします。でも潰れるんですよ。じゃあ従業員さん社員さんってのはオーナー以上にその会社や店を守ろうと思って奮闘してますかね。なくなれば他に移るだけじゃないですか。だから会社が潰れて、ああ職場がなくなっちゃった、大変だけど転職しようってなるわけですよ。だからことね、ネットワークビジネスなり投資なりビジネスなど自分が関わって応援していたビジネスや投資がダメになっちゃったら詐欺扱いして敵に回るわけですよ。こんな人は稼げませんよね。こういう人は消えていくと思います。で、 YouTube のねこれやり取りも本当にね、いろんな理由はありますけども返信が来なくなっちゃう人っているんですよ。まあそれもね、悪い予感の一つなんですけども、あ、このままご縁がなくなっちゃうのかなっていう人が山ほどいるんですよね。それがね、1年2年のやり取りをしていても同じなんですよ。本当になんかこうペースが崩れてきて、いろんな事情でお休みをして、ああなんか苦しいんだろうな、もしかしたら、もしかしたらですよ、 YouTube を やる余裕がないぐらいおかしな話ですけども、何かが起きてるのかなと思っちゃうんですね。まあでも私はこう思うんですよ。どんな人でも YouTube やっててよかったと思ってるはずなんですよ。それを繰り返し繰り返し感じ取れるように活動すればいいだけなんですけどもね。 YouTube をやっていい時もあれば良くない時もあります。悪い時とは言いませんけどもね。でも良くない時がある。いわゆる静かな凪の状態ですよね。海に出ると波がさーっとね、穏やかに流れる時もあれば、凪って言って全く動かない時もあります。嵐の時もあります。でも凪の時に自分で漕ぐってことをする人は前に進めるんですけども、あれ全然進んでないや、じゃあ別のことしようって言って作業をしだしちゃう、他のことをしだしちゃうと、そのボートはどうなるでしょうか。全く進まないんですよね。だから忙しくしていて、あれって見たら全く動いてないから、じゃあこっちの方やった方がいいやってなるんですよ。でもやっぱり YouTube を何らかの形で動かしていかないと YouTube は動いてくれませんからね。ということは視聴者さんとの出会いはどん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 なくなっていくってことなんですよ。まあ、ですんでね、いろんな時期があると思いますけども、まあ、やるのが当たり前のかつて感じたフェーズ、これはね私もそうですけども忘れないようにしないといけないなと思うのと同時に、まあでも頑張って義務のようにやるもんじゃないですからね。気が乗らなくなってきた、優先順位が変わってきたってことは自分の人生がまた変わってきたのかなと捉えることも必要なのかなっていうところですね。はい、じゃあ今日はね、 YouTube を通じてその人がどう見えるか、どういうふうにね感じられるか、こんなことをねぼんやりお話してみました。いやでもね、本当に YouTube とともに8年間やっていくと、もうすぐ9年になりますけどもね、この世界だいぶ見えてきましたね。今では私の横を走ってるのは、まあ億万長者合宿の吉谷さんぐらいですね。あと小野里さんか。あとは本当綺麗に消えてきましたね。どんなに大きいことを言ってる人も、どんなに熱心な人も、どんなに優秀な人も、どんなに努力の人もいないんですよ。このぐらいこの10年間重かったなと思っております。私はこれからもコンテンツを変えつつ、今はね子育てコンテンツになりつつありますけども、それから恋愛か、年の差恋愛、子育てコンテンツ、これに変わって多分また突っ走るのかもしれないですね。もうビジネスがどこに行っちゃったんでしょうか、投資はどうするんでしょうかって話になってきますけども、とりあえずどんなネタでも YouTube で食い込んでいきます。それでは行ってらっしゃい。